山花は、札幌市中央区の南側及び南区の北側に位置する地域の名称である。1874年から1941年まで存在した同名の札幌郡の村、及び同群萌岩村の大技については、それぞれ山花村、縁山町を参照。北海道巡行とん兵ん平五乱。明治14年、北海道行行で山花とん兵平村を視察する。 明治天皇。背後に、も岩山やま1870年、現在の札幌市中央区南7条西8丁目に、東本願寺関節所が開設される。また、東本願寺は、千箱道から分岐して八水別に至る振動を建設した。1871年9月、東本願寺の南側に、 本願寺白章と呼ばれた新潟県からの移民40個、及び本府からの移住者の計50個が入植し、その年の絵と、カのト羊にちなんで、カのト羊一の村と称したが、同年、開拓市の方針により、円山村、ことに村へ再入植した。その後も本府を中心に入植者が増え、1874年9月に山花村となる。かつては、 未開の原生林に覆われ、アイヌ語でユニクリと呼ばれた一体であったが、南西部に位置する、モイは山の葉という意味で、後に花の字を当てて山花と名付けられた。1876年、東北地方の元氏族240個、男女1114人が、トンデン兵として移住。石山通を基準に区画が整理され、ことに次ぐ二つ目のトンデン兵村が改村し、 本格的に開墾が始まった。1881年には、明治天皇が北海道開拓視察で当地に立ち寄った。その際、天皇がその立派さに目を留め、なお訪ねたとされる柏の巨木は、後にお声がかりの柏と呼ばれ、地域のシンボルとされていた。1906年円山村と合併し、萌井は村大技山花村となる。1910年に一部は、 札幌区へ編入され、役場も大技縁山村に移転した。編入された地域には1909年から1918年までは札幌赤在馬車鉄道があり、その後1923年に札幌市電山花線、その8年後に山花再線が開通し、行計通、西とん通り、東とん通りなどの沿道は商業地域として発展していくこととなる。 一方、大技山花村は、同じ1910年、伏見、城山花、石山通、四号沢、五号沢、八号、沢、白川の七集落に区分され、1938年、毛岩村が、円山町と解消されると、同町技山花、八水別、白川となり、1941年、円山町が、札幌市に編入されると、同志言岩した。 もいさん、ふしみ町、山本村、え山南町となった。もいさん六一帯は、昭和30年代まで二十歳の広がる、近郊農業地帯であったが、その後、公宅やマンションが立ち並ぶようになり、住宅街として発展を続けている。旧山花村は、現在の中央区南部及び南西部、南区のもい下から白川にかけての比較的広い地域であったが、現在では、 旧村域の中央区に相当する部分と南区でこれらと隣接する地域の一部が山花と呼ばれる場合が多い。また、現在は住居表示上、山花の表記は残っていない。中央区役所の管理する便宜上の地区名における山花地区は区の南端部のみであるが、公園や店舗、マンション等の名称には、この山花地区以外でも山花の文字が見受けられる。 山花は古くより札幌の文教地域としての顔も持ち合わせている。大正後期から昭和初期にかけて札幌市半学校、札幌第一中学校が山花に移転。北海道教育大学札幌校は1987年に北区愛の里へ移転し、その跡地に札幌市中央図書館が1991年に移転した。ありがとうございます。